こんにちは霊夢です。こんにちはマリサなのぜ。どうしたの、マリサ。いつになく、暗いんじゃない？今、ちょっと悩んでるのぜ。霊夢は、悩んだりしないのか？あたしだって、悩むことあるよ。一年に、一分間くらいだけど。霊夢は、幸せすぎるのぜ。霊夢と話してたら、少しだけ、気分が良くなったよ。ただいまっと。わあ、さなえ、どうしたの？二人とも、ご機嫌うるわしゅうございます。よう、さなえ、待ってたのぜ。あれ？マリサが、さなえを呼んだの？そうなのぜ。今の悩みを、解消するために、さなえの力を、借りることにしたのぜ。どういうこと？よくわからないよ。前回の動画の最後に舞台イベントを計画してるって予告したよね。うん、覚えてるよ。舞台お弁当食べるんでしょ？楽しみだね。で、霊夢は何を言ってるのかしら？つまりイベントとお弁当を。そこは説明しなくてもわかります。まあいいでしょう。それでマリサ、何の話でしたっけ？おう、サナエに相談したいのはな、舞台イベントの時の撮影の仕方についてなのぜ。今までうぷしてきた動画は、戦績のいいものや一定基準をクリアしたものばかりなのぜ。知ってるよ。ほとんどがボツになってるんでしょ？はっきり言えばそうなのぜ。過去にも、船と撮影してるけど、ほとんど、船が映っていなかったり、霊夢の、成績が悪かったりで、ウプできる動画が、撮れないことが多いのぜ。なるほど、霊夢の成績に、関係なく、舞台員の方が映った、撮影ができればいいんですね。そうなのぜ。そうですね。こんな方法はどうでしょう。霊夢が、カメラマンに徹するのです。つまり、舞台員より、後方で戦うのです。そして、この場合、支援機器中心で、出撃するのがいいでしょう。なるほどな。舞台員の方を、撮影しながら、後方支援、していくんだね。そうです。そして、うまく撮れたところだけを、編集していけばいいんです。一回のイベントで、2、3本撮ったとしても、1本のイベント動画に仕上げることができるのでは？それならいけそうだね。さすがサナエなのぜ。さすがサナエ。霊夢は、ちゃんと理解できたのかしら？もちろんだよ。できるだけ、舞台員の方の後方にいればいいんでしょ？そういうことです。今日の霊夢は、理解が早いのぜ。あたしだって、理解が早い時くらいあるよ。尺の都合があるからね。では、そろそろ出撃しようか。了解、了解。サナエ、ありがとうなのぜ。イベント、うまくいくといいですね。それでは、私はこの辺で。この後、イケメンと、撮影があるんですの。おほっほっほ。最後のサナエは、何だったのぜ？よくわからなかったよ。じゃあ霊夢、行こうか。了解だよ。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。まずは、キャリフォルニアベースなのぜ。了解、出撃します。指揮官から指示が届きました。終止符を打たねばならん。全軍、総攻撃開始。出演する舞台員の方は、ルファーさん、よろしく頼むぜ。ドライヨンさん、005さん、謎の人さん、ざっくりさんなのぜ。勝利を目指しましょう。指揮官から指示が届きました。あそこに005さんがいるね。他のみんなは？霊夢、ちょっと先行しすぎかも。もう少し、下がろうか。
いたいた、みんないたよ。ムファーさんだね。地下岩に乗ってるよ。もう敵の本拠点も近いから、このままムファーさんと告知用で。指揮官から指示が届きました。了解、了解。敵の本拠点 A が攻撃されています。本拠点の破壊完了。ああ、ムファーさん。元気でしたら、助けられたのにな。初動は、どうしてもしょうがないので。自軍本拠点 B の耐久値が、残り 30% を切りました。自軍本拠点 A の耐久値が、残り 30% を切りました。敵本拠点 X に向かってるね。このまま、増えていきます。自軍本拠点 B が破壊されました。自軍本拠点 A が破壊されました。できれば X を割りたいところだね。ちょっと味方の数とアーマーが心もとないので。ありがとう。ざっくりさんは肉眼だね。諸君らはニュータイプ部隊なのかもしれんな。二人とも、突撃だけど、私は、指揮官から指示が届きました。入れそうにないよ。わあ、みんな頑張ってね。私、手加減は機体を選んでください。今回も、デッキ構成は、こんな感じなので、新しく、ドミット、を選んでください。カメラガン仕様の、黄色いプロガンを入れたので、サポートトリオっていうやつだぜ。この辺に、謎の人さんと、ざっくりさんがいるんだけどな。残り 30% を切りました。来たよ、だけど、カメラマンが瀕死です。ざっくりさん、今修理します。わー、できなかったよ。いただきました。返されました。謎の人さん、誰かに撃たれてるので。撃ってるのは、こいつだな。指揮官から指示が届きました。今度こそ、修理しますよ。ありがとう。おう、謎の人さん、なかなかのイケメンなので。イケメンって言えば、サナエは何の撮影に行ったの？わからないので。最近、コソコソしながら、妙に浮かれてるんだよね。はい、修理しますよ。マシンに力がみなぎってくるのがわかる。エルゾンシステム。マシンに力がみなぎってくるのがわかる。部隊員の方は、動画のファンの方が多いせいか、黄色いプロガンことトレーナーや地下ガンことライトアーマーをデッキに入れてる方が多いので。嬉しいね。どっちもいい機体だもんね。ユファーさん、気づくの遅くてごめんなさい。ありがとうね。自軍エース機が撃破されました。
官から指示が届きました。敵軍戦力ゲージが残り 10% を切りました。もう弾切れだし、どうしようかな。わあ、謎の人さん、弾切れで修理できません。すまない。よかった、ドラえもんさんも映ったので。敵エース機の撃破に成功しました。倒させていただきました。敵軍エース機は撃破されました。回復感謝です。シオンに兵なし。奴らを駆逐するのは。わあ、やられた。1本目はこんな感じになったので、やりました。霊夢、我が軍の勝利です。了解、忙しいね。出撃準備が完了しました。2本目はトロモンなので、発進どうぞ。2本目出撃します。指揮官から指示が届きました。この戦いに終止符を打たねばならん。全軍総攻撃開始。出演する部隊員の方はクワユーさん、ザックリさん、005さん、謎の人さん、ロスケくんさん、なのぜ。今、全員で拠点後の制圧に向かっています。それと、ユーファーさんが参戦できたみたいなので。本当に、どこかで会えるといいね。拠点をって意外と遠いんだよね。本拠点から近い拠点だからね。このくらい遠くないとすぐに破壊されちゃうので。指揮官から指示が届きました。拠点後の制圧には間に合わなかったね。このまま拠点さんに向かいます。舞台っていいね。こうやってみんなで行動できるんだもん。ちょっと離れすぎかな。いつの間にか置いてかれてるので。戦闘始まってるよ。了解、了解。諸君らはニュータイプ部隊なのかもしれんな。霊夢、上に敵。わあ、みんな映ってた。こんな感じでどうでしょう。まだみんな固まってるね。拠点を防衛するので。了解、了解。皆さん、修理しますよ。指揮官から指示が届きました。クワユーさん、修理します。005さん、間に合わないかな。ミノスキー粒子さんあそこだと、修理できないかも。ロスケ君さんだけでも修理するよ。ありがとうよ。修理完了して、わあ。ダミーで出撃します。拠点が取られかかってるので。
ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復しました。狙われてるよ。わあ、なんとも、お粗末なので。今度は、拠点8の防衛に来たよ。部隊の皆さんは、いたいた、向こうですね。謎の人さん、間に合うかな。誰か、修理を頼む。ああ、申し訳ないです。ありがとうね。皆さんに、やられた姿を、見せてる図なので。復活感謝です。復活しますよ、まだ死んではいけません。W05 さん、SML 持ってるので。すごいね、どんな機体なんだろう。ありがとうな。ざっくりさん、復活してくださいね。キーパーさんなので。ありがとうございます。復活してくれなかったら、気づかなかったね。自軍本拠点 B の耐久値は、残り 50%、 自軍本拠点 A が攻撃されています。地方に行ってみました。拠点6が、取られかかってるので、防衛します。補給機を破壊しました。自軍本拠点 A の耐久値が残り 50% を切りました。防衛完了。謎の人さんは、プロガン持ってるんだね。S レンでも、プロガン欲しいな。2本目は、こんな感じだったのぜ。我が軍が敗北です。撤退してください。さっきより、うまく取れたかな。準備が完了しました。最後、3本目なのぜ。3本目いきまーす。指揮官から指示が届きました。この戦いに終止符を打たねばならん。全軍、総攻撃開始。マップは、オデッサ沿岸部。出演者は、グワユンさん、ユファーさん、W05 さん、ソレソーちゃんさん、ロスケくんさんなので。全部、違うマップになって、よかったね。そうだね。マップが同じだったら、わかりにくい、動画になってたかもなので。下から行くのは、やばそうだから。上に登ります。勝ち組と、拠点制圧組に、分かれたので。どっちに行こうかな？指揮官からは、制圧指示になってるね。初動だし、突撃の応援しかないよね。どっちも、人数が少ないので。敵の本体は、北だったみたいだね。自分本拠点 A が
とりあえずトップ組の方に行ってみるよ。敵のミノフスキー粒子散布に一時的にレーダーが無効化されます。ちょっと来るのが遅かったかな。自軍防御点 B が攻撃されています。もうみんなやられてるので、拠点後の防衛に向かいます。指揮官から指示が届きました。ゴテゴテだな。今のところ何の貢献もできてないので、カメラマンと貢献の両立って難しいんだね。右にフォロッチ、せめて正面の敵だけでも。わーですよね。出撃する機体を選んでください。ロニーに代わって陸ガンを入れたので、出撃する。さーて、カメラガンがチクチクしちゃうよ。指揮官から指示が届きました。レイムは最近カメラガンに凝ってるので、簡単にアシスト取れるし、砂の練習になったらいいなーなんてね。ちょっとだけ W5 さんとおふざけタイム。はい、おしまい。それと、ちゃんさんは、陸ガンかな。やばいよ、レイム。これじゃあ、部隊員の方が削って。レイムが、とどめを刺す絵に、見えかねないので。了解、気をつけますです。自軍戦力ゲージは、残り 30% を切りました。よくやってくれた。その調子で頼むぞ。ありがとう。慎重に行動せよ。ここは我慢比べ。これも見えかねないの？見えかねないので、なかなか難しいね。最後は一番で出撃するよ。核を援護する国と平等組に分かれたみたいだね。少しでも多くの敵がこっちに来てくれるといいんだけどな。巨人どもにしてやれと。もう少し結婚拠点そばまで用語をかけようか。了解、了解。皆さんで拠点を取り返したので、呼吸器が破壊されました。戦略兵器の起動を確認しました。やったね、深く起動したみたいだよ。諸君らは敵軍戦力ゲージが残り 50% を切りました。慎重に行動せよ。ここは敵の補給艦発見。いいな。指揮官から指示が届きました。呼吸器を破壊しました。呼吸器破壊完了です。レイム、このまま敵本拠点に向かうので、敵エース機の撃破に成功しました。了解、了解。
から向かいます。霊夢、こういうの気をつけるので。そうでした。敵軍戦力ゲージが残り 30% を切りました。よくやってくれた。相当切れたんだぞ。もう一気いるので、来たらバグをお見舞いしてやる。職務だわ。入隊陸部隊なのかもしれない。一時的にレーダーが無効化されます。もう禁止だよ。いけない、カメラマン忘れてた。まあ、ここは、最後に、見せ場を作ったことにしとこうぜ。助かりました。無事に、舞台イベント終了なので。我が軍の敗北です。撤退してください。霊夢、部屋に戻ろうか。了解だよ。ただいまっと。ふう、さすがに疲れたよ。よく頑張ったのぜ。しまったー。みんなと、お弁当食べるの、忘れたよ。一番の見せ場を、取り損ねたね。どうしよう、マリサ。まあ、そうだな、霊夢。編集で、うまくやっとくよ。本当？大丈夫かな？全然問題ないと思うぜ。それならよかった。これ、定期的に、できるといいね。そうだな、ウプ主に、企画出しとくのぜ。楽しみだよ。それでは、皆さんこの辺で。ご視聴ありがとうございました。次回作は、まだ撮れてないよ。これから撮るの？